藤原名かな成藤原名かな成は奈良時代後期から平安時代初期にかけての苦行。藤原四家、中納言、藤原種熱具の長男。には十四位下、三義。遠略四年父、種熱具が暗殺されたため、若年ながら十五位下に助され、翌遠略五年江門の佐に任ぜられる。官務朝では、江門の佐、左中弁当を務める一方で、出雲助、 越後守る、山城守る、太宰大に、山と守る、伊勢守ると地方官も兼ねた。この間、延暦16年15以上、延暦17年生5位下、延暦20年14位下と、勘岳とも後半にかけて、順調に昇進した。平城朝では、妹の生子、クスコが、天皇の長愛を受けたこともあり、中なは徴用され、牽制を誇ったが、 人間で戦争な振る舞いが多かったために、人々から憎まれたという。また、大道2年に発生した伊予新郎の変でも、くすこと共に、藤原宗成をそそのかして、伊予新郎に謀反を進めさせ、さらには、平城天皇を煽り立てて、伊予新郎を自害に追い込んだともされる。変後かなりは、左平ただし、右大弁と養殖を歴任し、大道4年には、 北陸道観察士に任せられ、苦行に列した。同年に、平城天皇が佐賀天皇に上位すると、県政の失墜を恐れた中成、楠子兄弟は、平城上皇と共に、平城系に移り、上皇の重ュを格作してに所朝廷の対立を招く。大道5年6月観察士制度の廃止により、参議となる。しかし、 9月6日の平城上皇による平城経営の戦闘命令により平城上皇、佐賀天皇の対立が激化すると9月10日佐賀天皇に先手を打たれて捕獲右平へに監禁の上佐渡本森に左遷され翌日危機よなり住吉豊次の手により射殺された去年47中なりの射殺を最後として以後 平安時代末期の方言の乱まで中央では、死罪は行われなかったと言われているが、中成に対して行われた、射殺という処刑方法は、養老律令にある残、絞りの方法とは異なり、かつ一旦世紀の左遷手続きが下された相手に行われていることから、法律の規定に基づいた死刑ではなく、天皇独自の判断による死刑であった可能性が指摘されている。 欲の深い性格で酒の勢いで行動することがあった。親族の序列を無視し、監視にもはばかることはなかった。妹、クスコが朝廷で自分の思うままに行動するようになると、その脅しを借りてますますおごり高ぶるようになり、皇族や高徳者が多く両辱を受けた。妻のおばが非常に要望が優れていたことから中成は好意を寄せるが、 嫌われて思い通りにならなかったため、力ずで意に沿わせようとした。そのため、おばは、スケア王のもとへ逃げ込むが、中成は、親王とその母が住んでいた家に上がり込み、おばを見つけると暴言を吐きながら、道徳に反する行動に出た。中成が殺害されるに及び、人々は、自らの行いが招いたことだと思ったという。大道三年に庭のカラスが、 若いぬかいもんの木の枝上で翼を寄せ合い頭部を交互にした状態で一緒に死んだ。カラスは1日中落ちてこなかったため、ついにあるものが撃ち落とした。これを見聞きして、人々は、藤原中なり、クスコ兄弟が罪人となる予兆だと噂したという。中気のないものは、六国氏による。天朝十年六月九日に大社により、クスコの辺で罰せられた罪人に対する斜面。 流罪となった罪人に対する禁国移送を行うこととなり、同月16日に罪人、藤原久氏主、山主、藤原氏が、無前国から美前国へ移されたことから、英主、山主も、中なりの死息とも想定される。ありがとうございます。